吉田さん、お金がないは私も DVD を全部持っててですね、見ることがあるんですよ。で、象徴的なシーンですよね。あそこは私もドラマの中で、このお金がないというドラマをね、全てを言い当ててるシーンじゃないかなと思うんですよ。まずは会社の前に100円玉が落ちていて、まあ、織田裕二が拾うシーン。そして成功していくに従って織田裕二はその100円が見えずに通り過ぎてしまうシーン。で、日村社長が100円玉落ちてるのを拾って、眉毛をこうやってね、で、貯金箱じゃなくて壺に入れるんですよ。壺に入れてどうするのかと思ったら、シャリシャリシャリって音させるんですよね。つまり日村社長は会社のあちこちで落ちているお金を拾ってきて壺に貯めてる。要するに誰かが、社員か誰かがお金を落としてるっていうところなんですよ。で、落としてることに気づかない社員が山ほどいる中で、自分だけはもうね、会社の中にいて同じ環境にいて、これだけ差がついてるよ、これだけお金がプラスになってるよってことをね、こう象徴的なシーンなんですよね。だから一番稼ぐ人って取りこぼさないですよね、私はそう思うんですよ。で、1億稼ごうが10億稼ごうが、大会社の社長になろうが、やっぱりね、1円を大切にする、100円を侮らない。そしてこういうふうな言葉も聞いたことがあります、マネーの虎で。それはですね、経営者ってのは今こうやって静かにしていて、水滴がポチョンと落ちた瞬間に、あ、水が漏れてるなと、1円損した2円損したっていうふうに、水滴一滴一滴に1円損した2円損したって思えるかどうかだっていうふうに言われてたんですよね。まさにそれで、私も無駄なお金は1円も使わないんですよ。自分の決まり事としてね、これは無駄になるなってものは使いません。もし無駄にしたとしたら、無駄にしないように工夫してそれを取り戻すために何とかしますよね。で、そう考えるとね、やっぱりこう、例えばお金を誰かにあげるにしても貸すにしても、無駄になるなと思ったらやらないんですよ。でも、まあ、借りたい人とか欲しい人にとってみたら、自分が使えば無駄にならないっていうふうに思うんでしょうけども、その人はそう思っても、こちらの方からこの人にあげるべきなのかなって、もっといい方法があるんじゃないかなと思ったら、これは渡さないことが愛情だと思うんですよ。で、それによってすねちゃったり、ね、ひねくれたりとかしてダメになったら、これはもうしょうがないなと、本当に渡さなくてよかったなと思うばかりですし、まあ、お金が渡されなかったから、貸してくんないや、もらえないや、だからどうしようっていうふうな考えになる人は渡さないっていうかね、そう信じたいですしね、だからなんかこう、要求を聞いてあげることがいいことばっかりじゃなくて、あえてね、ダメだよと、それはできないよっていうことによって、別の能力を引き出すためのきっかけをね、提供していると、こちらの方が実はものすごく意味があるんじゃないかなと思うんですよ。で、氷室社長は小切手に金額を書いて織田裕二に渡すんですよね。で、これで全て金のことは片付けて、俺と一緒にロサンゼルスに行こうって言うんですよね。おそらくこれがお前が今の生活を抜け出す最後のチャンスだっていうわけなんですよ。そして、まあ、そのお金を受け取ってロサンゼルスに行って、本社を乗っ取って帰ってくるというストーリーだったんですよね。いや、面白い話でした。お金がないにも学ぶものがたくさんあったと思います。貧乏で借金まみれ、借金取りに追われる日々でも、いつの間にか借金取りの方が落ちぶれて、なんかね、残飯食べてるみたいなシーンになりましたよね。で、もう一つちょっとね、象徴的なシーンですけども、借金取りがある日ボロボロになってね、料亭の前を通り過ぎたら、料亭に入っていこうとするその織田裕二を見つけるんですよね。で、ケンちゃんって萩原健太郎ってね、声をかけるんですよ。そしたら、何ですかあなたたちはっていうふうに、今まで自分を追っかけ回してた借金取りにもうね、強気に出るわけですよ。で、お金を渡して、もうこれあげますんで、もう来ないでくださいっていうわけなんですよね。そうすると借金取りは、萩原さん、あなた変わりましたよねって言うんですよ。そうなんですよね。借金取りをもうね、やっぱりいろんな思いがあったのかもしれませんけども、あそこにね、あ、こうではないんだよなと私も思いましたね。うまく作ってますね、やっぱドラマね、まあ、お金がないというタイトルも大したもんですよ。結局お金がないっていうのが最終話のタイトルでした。いやー、面白かったですね。いってらっしゃい。